今回はね、関根選手セーフティーバントチャレンジでやっていきます。まずはレベル1のね、バントシチュエーションからやっていきます。初見見ます。ワンストライクからいこう。セーフティーバントといった関根、あー絶対決める。あっ、さあ関根満塁男ございますが、ここはセーフティーバントしていきます。まずファーストストライクは見逃す。でまずはですね、関根選手なんでこんな企画をしてるかと言いますとですね、関根選手が私現地見に行ってる試合で、2アウト3塁からセーフティーバントを決めたので、さあやっていこう。見送ります。さあということで、こういう企画をやっているわけではありません。これいけるいけるいける、これがセーフになったら今回の企画は成功。もうファーストストライクからいっちゃおうかな。さあフェースいけます。フェースいけ、ランナー、さっきはこれは決まったんじゃない。ファーストはセカンド入ってるぞ。この入江の能力なら打てんねんな。来たでしょ。入江大成センターバックスクリーン横サード誰、あでも引っ張り気がしてる、ちょっと遠くだった。よし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 、サードは誰かわかんない。外いけるいけるいける、まあこれ牽制だと思ってるでしょ。あーしかも突っ込んでいけない。いや逃げて、あバンドね、それはなくないか。2日目です。今度はもう一番器用です。思いっきりやる、練習してきました。あなんで打ち上がんの、毎回。いやこれもいった、待ちきれない。センターの桑原、突っ込んでくれ突っ込んでくれ突っ込んでくれ、桑原キャッチ。でも初球からいくよ、初球から。うわ作戦が毎回バレる、なんでこうボールになってるのかな。あボールセリだ、おいなんでこうもセーフティーさせくんないんだろうね。みんなセーフティーしたいんだけど、ボールがみんな先行してるね。きた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 、あーいける気がしてきた。いいよ絶対入れてくる。きた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 、さあもう1打席目が一番大切なんでね。よっああけどいける、うー逃した、今のボールもう打ってやる。あセカンド掴んだ、ファインプレー、砂高い強打や、すげえ。よ強打の当たり、ライト線、これが強打よ、また。うわぁ、強打強え。今日は強打が強いっていう気だな、本当に。よし、もう決めよう。最初がチャンスだからね。これ決めよう。いける。なんでみんなボールから入るんだよ。決めろ。決めろ。あ落としてくれ。落とせ、落とせ。行くぞ。相手は綱だ。決めたね。来た、来た、来た。あれあれあれ、3人でくれ、3人でくれ、3人でくれ。もうほぼ成功でいいでしょ、これはもう。意味わからん。ここで佐野が打ったら成功ってことにしましょうか。えい、成功。送りバントだった。成功。ちょっとね、このゲームって厳しいかもしんない。ということで、あと1打席回ってくるかな。じゃあ、次に回ってきた。シチュエーションほぼ一緒。あ。落ちてくれ、落ちてくれ、落ちてくれ。よし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 。もうバレバレだけどやってやる。申告スクイーズ。起きよう。これでダメなんかい。